はい、対戦相手の方が見つかりました。なんか2連敗してからの2連勝だから何とも言えん感じになってる。お相手のパーティーが、おっと、これはなんかあれですね、解禁前っぽいパーティーだな。カプテテフ、ミミッキュ、パルシェン、ガブリアス、あいつクワガノン、ギルガードということで、初手はランドロースでいいかな。ボルトでもいいけどランドのが安定はしそうだな。ボルトランドハッサンが一番いいと思うんですけど、どうでしょうか。クワガノン舐めすぎか。でもクワガノンってボルトに多分一発はないよね。うん、これでいきますかね。レヒレ、いやーレヒレよりかはハッサンだな。はい、よろしくお願いします。テテフラ来たらどうしよっかな。ヘドウェカップ Z とか飛んできそうなんですよね。それ考えるとヘッドウェイで突っ張ったらいい説もある。でボルトロス、いやタイミング難しいな。出てから来たら、あ、クワガノン、オッケー、これは別によくて、これは別にいい。あ、ボルトチェンジですね。多分メザ氷だからハッサムに引くのがいい。勝った。直帰か、これ。いや、どうだ、こいつビーツ高かった。直帰の気が硬すぎる気がする、さすがに。で、ここはハッサム、ミザパだよね。で、ここメガ進化してトンボ狩りですね。 S 多分勝ってるんでランドに引いていきましょう。これメザパレンはできないはずで、押してくるとしたらボルチェンだと思うんで、これでいいはず。まあ、ボルチェンか10万かだと思うので、ランドに引けばいいはず。なんか相手に全部補強見せちゃうけど、僕はそういうのあんま気にしない方なんで。 B は結構やばいですね。だからどうなんだろうこれ。まあいい、ここはランドロスでいい。メザパ耐えるけど多分10万かボルチェンだよな。ではね、オッケーオッケー。ここはガンプーでいいですね。岩石封じっていきましょう。落ちるかな、どうだろう。ギー耐えてきた。うん、メザッパー耐えるけどちょっと嫌ですね。ダメージが結構入っちゃうんで、余裕持って耐えるは耐えはする。でここトンボと落とせばいいですね。トンボで落としてボルト展開でいいかな。あー、ちょっとテテフがちょっときつくなったな、これは。ランドの引きがちょっと残らなかったのが辛い。まあでもしゃあないよな、こっちがそういうプレイングしたんだから仕方ない。ここはボルトロス。で、相手は多分テテフだと思うんですけどね。テテフじゃなかったらガブはもあるな。待って、レイジーボートの足ってこんな気持ち悪かったっけ。すげえひょろひょろしてね。こんなんだったか、お前。あんまレイジーボート使ってなかったからな。テテクだよね。ちょっとこれは、カプ Z とかの可能性もあるので、ヘドウェイの方がいいと思うんですよね。いや、違うか。ボルチェンか、ここ。ボルチェンヘドウェイの方がいいか。ボルトチェンジでいきます。S は絶対勝ってるんです、カークだから。ボルトチェンジ。直帰じゃないからヘドウェイで絶対落ちる。ここランドロス切って、カップセットの可能性考えたら、まあ、突っ張でもよかったんだけど。あー、オッケー、最近あったフリー。これは絶対耐えられないんで、落ちてもらって、うん。で、メザ炎の可能性があるんで、ここボルトロスからですね。まあ、僕が多分10万で落としに来たように見えると思うんで、どうだろうな。ラスト多分パルシンだと思うんだけどな。ヘドロウェーブでいきます。これは落ちるでしょ。 OK で、テテフ処理。ガブだと研磨させちゃうからちょっと怖いけどな。パルシンだったらもうヘドウェーレンダーでいいですね。ミミっていうか、微妙。あ、今大丈夫か。ハッサムが まあ、バレパンまだ打てないけど、すぐに死ぬような HP じゃないんで、まあ、研磨してくるよ、多分。研磨してくるけど、
入って鍵打ち打てないから、こっちのヘダベは結構入りますね。ミミクやったか、だからだいぶ違ったの予想と。タスキの場合負けるけど、多分タスキはパルジェンですよね。こいつは Z だと思う。毒引いてもいいぞ。毒引け。化けの皮でも毒は入る。剥がれた。あ、これで Z ぶっ破してくんのか。ラブリースターインパクト。早くね、それ。あ、でもどうせハッサムに打てないからな、確かに。そう考えたら、なくもない選択ですかね、これは。これは落ちそうだな。ボルト持ちなかったらクソ弱いからな。落ちないとかあんのかね。いや、落ちるな、さすがに。さすがに落ちますね。んで、ハッサム出して、あと何ターンだ？フィールドが。2ターンだから、1回羽でいいか。剣舞でもいい。いや、羽剣舞バレパンだな。剣舞でしてくるかもしれないけど、所属オッケーオッケー。で、あ、急所。急所のダメージ弱っ。で、シャドクロ影打ちで落ちないんで、ここは剣舞バレパンでいいですね。待って、一応フィードが、なんか長続きするやつの可能性ある。いや、ないですね。ここは剣舞。キテフが持つアイテムじゃないだろう、さすがにあれは。ホーさん、よーし、対戦ありがとうございました。2連敗からの3連勝みたいになってますね。続けてやっていきましょう。なんかボルトに頼りすぎてる気がするな、ちょっとどの試合も。それでいいんだけどさ、別に。いいんだけど、なんかこれでいつか痛い目見そうですね。まあ、それはいいか。あ、なんか抱き出さなくなったな、なんかまたじゃねえ。結構出したのに、7勝2敗。悪くはないけど、前半のことを考えると微妙ですね。ウロン茶うまい。やっぱお茶はなんだかんだウロン茶が一番うまいですよね。原点な気がする。原点でもないけど。レヒレ全然出してない。レヒレの枠変えようかな。でもレヒレの代わりのポケモンってあんまりいないですよね。この枠はクレセドランとか、あと、ちょっと待って、リップグリーム塗ってから話します。あと耐久ポケモンを倒すためと、あと馬車受けなんだけど、馬車が思いのほかいないっていうね。お、結構格上ですね。よろしくお願いします。お相手のパーティーがウィン・ディーン、キューコン・ルカリオ・ミミッキュ・マリルリ・カイロスということで、なんか積んできそうなパーティーですね。すごい。多分キューコンから来るかだな。だからハッサムから入りたいけど、あいつ、ウィンディーから来る可能性もあるから、そこ考えると、微妙。ボルトから入りますか。ボルトランドハッサムかな、安定は。安定はこれですね。ヒレもなくはない。なくはないけど、微妙ですね。ラッティは所定投げてぶっ破するのもありだけど、それだけだな、本当に。でもラッティ意外とありか。だ、キューコン助けだったらな、助け、そもそも近接一発で落ちないか、あいつは。これでいきますか。ハッサムがいらない説。いや、なんかハッサムいなきゃキューコン辛いよね、普通に。馬車とかでも生きるっちゃいけるけど。馬車はあいつに縛れるからな、カイロスに。これでいきますか。で何から組んだ相手は、多分、キューコンか、ウィンディですね。まあ、キューコンが一番安定ではあるけど、相手からしたら。キューコンから来たらヘドウェイぶっぱする？どうだろう。ヘドウェイぶっぱでもありかな。よろしくお願いします。多分落ちないけど。絶対落ちねえな。ヨロヨロのヨロ。できればウィンディがいいです、初手。初手ウィンディから来て、僕はボルチェンをしたい。ボルトロス。んで、相手はルカリオ？ルカリオが来た、初手から。それはいいぞ。スカーフランで上取れますね。ここはボルトチェンジで。ボルチェンでいいはず。レーパンとか打ってくんのかな、わかんねえ。レーパンじゃボルト一発は落ちないかな。
ボルチェンからランドでいいよね。相手電気は一貫してるから結構やりづらそうですね。そこは突っ張ってきゃレイパン読みでハッサム出すって危険すぎるよね、さすがに。んだよな。そうそう、レイパンルキャラってそんないるのか、そもそも話として。わからん、わからない。ルキャラってボルチェンに発で死にますかね、ボルトの。落ちそうな気がすんな、こいつの D だったら。いや、最悪レイパンでランドが死んでも処理できるって考えでやっていくかですね。相手格上だからな、格上だからどうなるか全くわかんねえ。初手からめっちゃ考えてますやん、なんだ。いや、ボルトの方なんかそんな多くないぞ。あー、突っ張ってくるのか。まあ、スカーフなんで上は取れますね。もしかしたら剣舞とか剣に積んでくるのかもしれませんね。神速？あー、スカーフ警戒ですかね、これ。でも2発で落ちないよね、落ちませんよね。で、ボルトチェンジ。すげー入ったな。んで、相手地面技めっちゃ一貫してんな、相手。でランドロス、レイパンは威嚇も入ったし耐えそうな気がしますね。地震でいいよね。9個に引いてこられてもまあ別にいいんで、そこは地震でいきますか。レイパンかな、神速いきなりぶっぱってことで。もその場合鋼技なくなっちゃうから微妙だよな。わかりませぬ。また神速打ってきますかね。こいつがスカーフかっつって全然入んないだろうけど。キューコンはランドがスカーフの可能性考えたらやりづらいよね。自信に入り死ぬから。今相手神速打っちゃったからボルトのスカーフ判定できてないんですよね。まあ、スカーフかもしんないと思って神速打ったと思うんですけど、スカーフ確定はできてないと思うので、どうなんだろうな。剣舞、いやいや、何読みだこれ。あ、トンボ読みか。トンボ読みでしょうね、自信で処理と。逆じゃない、順番が。なんかまだボルトの前で剣舞しても良かった気がするんだけど。もう別にいいんですけど、僕は何でもいいんですけど。で、めんどくさいルカリを突破したでしょ。まさかマリルリか、キューコン。ここでキューコンか。ここはハッサムに引けばいいですね。ラストこれウィンディかな。ウィンディだとちょっとまだ分かんないですね。マリルリな気がするけど、どうだろう。ヒューコンがオーラベール貼ってきたらハッサムは剣舞ですかね。剣舞バレパンがいいね、アンコールがあるから。ハッサムはな、アンコール系のポケモンに結構強いですよね。剣舞してからバレパンが上から通るんで、そこが強いところ。エルフーンはね、それが効かないけど。ここ風、あ、そっちか。これもバレパンでいいよな。結構タスキっぽいから剣舞したい感もあるけど、レードブップの可能性とかもあるし、うん、まあ、ここはもうバレパン押していきますか。いや、じゃあ剣舞だな。タスキの場合にオーロラベール貼られてバレパンアンコールされるとマリウリに太鼓つまえて負ける可能性があるから、ここは一回剣舞でいいと思う。ここアンコはできないでしょ、相手。剣舞積んだ状態からアンコールであれば、それはそれで別にいいので。オラベルだよね、オッケーオッケー。で、ここで多分アンコールしてくるから、これバレパン押せばいい。動き的にはこれタスキっぽいですね。多分ここでアンコールだと思うんだよな。それか、あっち。絶対レードのどっちかですね。で、バレパン縛れる分にはいいので、で、ここバレパン。ミミッキュの可能性も一応あんのかな。どうだろう。まあ、バレパンでよくて、考えてる裏次第だな。でもマリリア多分対抗、 Z 対抗、 Z 対抗はしてこないか。あれ関係ないもんな、真ん中から積んでも。なんだ、こうレード打つかアンコ打つか悩んでんのか。僕からしたらどっちも嫌だけど、どっちも嫌ですね。結構引っ込めた、ここで。マリルリー。あんこないのか、ないっぽいですね。で、バレットパンチ。
急所だな。まあ、急所でこれは有効だけど、関係、多分勝敗には関係ない。うん、勝敗には関係ないと思います。あとはもうバルパンとボルトの技で勝ちなんで、まあ、勝ちは勝ちですね。結構助けじゃなかったのかな。わからその辺はわからない。バレットパンチで、まあ、降参でしょうな、これは。あ、降参してこない。諦めてきませんね、相手も。助けだよね、やっぱりな。レードか、もしかして。吹雪、あ、吹雪か。レードはないのかな。僕が使ったキューコン、あ、動画にはしないけど、僕キューコン使ったんですけど、僕が使ったのはレードは切ってましたね。アンコールは入ったけど。やっぱレードはね、信用ならない、さすがに。はい、対戦ありがとうございました。